こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、私が性別を変えてから体験した壮絶なエピソードを話していくという動画でございます。本当だったら周りにあんまり言いたくないっていう感じの内容だと思うんですけども、せっかく YouTuber やってるんで言います。まあ、そのためにですね、今日はびっちりと当時の恨みとかつらみとか、もうそれを思い出しながら内容をまとめてきたんで、当時の私の身に起こったハプニングを話していきます。まずタイトルがこちら、性別を隠して合コンに参加したけど、一緒に参加した女友達の親友に裏切られ、合コン参加者に元男の子だったということがバレたエピソードです。まずですね、その裏切り者の親友、いや元親友との出会いを今から話していきます。まずその女友達の名前はですね、さやちゃんっていう方で、私より2個上だったんですけども、もともと私がスナックで働いてたんですね。そこで出会ったお客さんなんですよ。だからそのさやちゃんは私のもともとスナックで働いた時のお客さんで、そのさやちゃんなんですけども、退社したから言うんですけども、ヤフーの元社員でございます。なのでエリートです。もう英語ペラペラだし、社交性がめちゃめちゃ高いっていう、もうハイスペックな女友達だったんですね。で、私はそこのスナックでは性別を隠して働いてたんで、本当に仲良くなったお客さん以外は、もともと私男だったんですよみたいなことは一切言ってませんでした。だからさやちゃんも私と出会った時はもう本当に普通に女だと思って私に接してたと思うんですよね。で、スナックって仲良くなったらまたお客さんにさ、リピート、そういうお店に来てもらいたいじゃないですか。だからお客さんと LINE とか、まあ連絡先交換したりするんですよ。で、私はさやちゃんと連絡先を交換しました。で、その後もですね、お店に通ってくれるみたいな感じで、まあだんだんと仲良くなっていきました。で、さやちゃんとはですね、まあ年も近いっていうこともあって、お店に全然もう来なくていいからプライベートで遊ぼうよみたいな、まあそういうフランクな関係になっていったんですよ。で、もちろん私はその時も性別男から女に変えたんだとかも全く言ってなかったんで、もう遊ぶ時も普通にカフェとかで、女子会ではないけども女友達と普通の遊びをしてました。で、こっからなんですけども、私性別を実はカミングアウトをしました。そのカミングアウトするきっかけになったのが、さやちゃんと2人で鬼怒川温泉ってわかりますか？結構有名な温泉があるとこなんですけども、そこに2人で泊まりに行ったんですよ。で、そこのご飯がめちゃめちゃ美味しかったんですよ。で、夜もう同じ部屋寝てるから、なんかもう朝まで語ろうよみたいな、もうそんな感じのテンションになってですね、もうずっととお酒飲みながら二人でベラベラ喋ってたんですね。結構楽しくなっちゃって、まあ、お酒の勢いもありまして、実は私もともと男だったんだみたいな、そんな感じにカミングアウトさらっとしちゃいました。したらその女友達が、別にそんな改まっていうことあるみたいな、さっき一緒に温泉入ったけど別になんとも思わなかったし、え、だからって感じに全く驚く様子もなく、さらっと私に返してきたんですね。普通だったら結構みたいな、手術してんのみたいな、もう本当質問攻めに合うのが、まあ、毎回のテンプレだったんですけども、全然驚かなかったし、もう性別が関係なしに私という人間を友達として見てくれてんだなみたいな、なんかそんな感じで嬉しくて、なんていい人なんだって私は思いました。でね、その日の夜もう性別の秘密を言ったっていうこともあって、本当楽しくなっちゃって、さやちゃんの彼氏、まあ、当時彼氏いたんですけども、その彼氏と LINE のビデオ通話みたいな、まあ、それで3人で話してうわーってやったりとか、もう本当すごい楽しかったんですね。どん気持ちよくなってきちゃって、昔働いていたニューハーフクラブのママがシャンパンコールとかの時に毎回踊っていたカニカマダンスっていうのがあるんですね。それを私も踊ったり、あれ面白くないですか？なんか手がこうカニみたいななってんの。さやちゃんは酒癖も悪くないし、まあ私より2つ年上っていうこともあって、すごいいろんな遊びを知ってるんですね。だからしょっちゅうさやちゃんと遊んでました。まあ、それが2017年の話なんですけども、そっから飛んで2019年。で、その頃って皆さん私の見た目って覚えてますか？急に、なんかこいつどうしたみたいな、大丈夫みたいな、そんな感じになってません？まあ、こんな感じにですね、急に変わったのも実はさやちゃんからの提案でして、このようにカノン変えないよみたいな、それでいろいろやってくれたんですね。でも本当2019年も変わらずしょっちゅう遊んで、もうこれこそ大親友みたいな、
本当そういう感じだったんですよ。ただ付き合っていた彼氏さんと別れちゃって、で、まあ、ちょいちょい彼氏欲しいねみたいな恋愛体質な人だったんで、常に彼氏いないと嫌だみたいな。だからかその頃からですね、なぜか私もそのさやちゃんに連れられて合コンに狂ったように行ってたんですよ。もうそれが私の初合コンデビューなんですけども、で毎回なんか合コン行き終わった後に二人で、あの男はでかい、もうこんな感じで野獣と化してました。そしてですね、事件が起きました。その日もさやちゃんがセッティングした合コンだったんで、いつもと変わらずに、よしさやねについていくかみたいな感じで行ってたんですけども、その時のメンツがさやちゃんと私とさやちゃんの元同僚みたいな感じで、で相手がジャニーズの亀梨2の偽亀梨と NTT で社会人野球をしているスポーツマン、そして個人でカフェを経営してる塩顔男子っていう感じですね。まあ高スペックな、あのメンツだったんですね。もう速攻でさやちゃんのタイプは、ああ、あのスポーツマンだよねみたいな、そんな感じで分かりやすくすごい目キラキラしてて、まあでも私も一応そのさやねにそのついていくっていうスタンスは変わんないけど、スポーツマンいいなみたいな感じで変なとこでバッティングしちゃったんですよ、野球だけに。カキーン。まあいつも通り合コン始まってですね、ワイワイしてたんですけども、やばい、バッティング笑っちゃう。で、やっぱり、その、さやちゃんが、スポーツマンを狙ってるっていうのは私はもうすごい分かってたんで、親友っていうこともあるし、なんか、折り合いても嫌だから、もう私はノータッチで行こうと思ったんですね。もうその場にいるみたいな、空気みたいな。まあ、盛り上げるとこ盛り上げるよ、みたいな。まあそういうスタンスでいたんですけども、そこで、事件が起きました。話してですね、まさかの野球の話になってしまって、私の動画を見てくださってる方だとわかるんですけども、私も高校3年まで野球、もうガチ勢みたいな、超チンパンジー少年だったんですね。で、そのスポーツマンの方が、俺さ、今、リーグ戦で疲れててさ、みたいな。そこで私は、野球というワードに釣られてしまって、つい、あ、私も野球やってましたみたいな、なんか言っちゃったんですよ。これが失敗だった。でもここまでは別にさやちゃんの妨害でも何でもないと思うの。ただ、まあ、良くも悪くもそのスポーツマンの方が私が元野球やってた野球女子みたいな感じですっごく食いついてきたんですね。え、俺野球やってる女性大好きなんだけどみたいな。え、いつまでやってたの、ポジションはみたいな、もうほんとこういうトーンで来たんですね。でも私こうなるわけじゃないですか。え、こんな来ると思わなかったみたいな。でチラッてこうやって見たらさやちゃんが曇った感じで、なんかそんな感じだったんですね。やばい、やらかしたって私は思いました。ただ、サイダンも、まあ、大人なんで、別にそんなことで機嫌を悪くしたりとか、そういうのはしないんですよ。しかもね、サイちゃんはめちゃめちゃ顔が美人なんですよ。だから、あ、もうどうせ、なんかスポーツマンとかみんなサイちゃんに行くんでしょみたいな。私は別に普通にしてればいいやみたいな。まあそういうスタンスだったからこその、私はちょっとびっくりしたんですね、食い気味なスポーツマンに。でその時あくまでもその超チンパンジー少年ってことはバレてはいけないんで、野球やってたのは中学校ぐらいまでで、もう高校はマネージャーやってましたみたいな、もうそんな感じに言ってました。まあ、そんな感じで一次会は終わりましてですね、メンバーは変わらず全員近くにあったパセラにですね、二次会で移動したんですね。でみんななんかカラオケ歌いたくないみたいな、その時平日だったっていうこともあって広めの部屋をたった6人で借りれたんですって。もうほんと20人ぐらいが使う用の部屋みたいな感じで、でここではもうスポーツマンにはあまり絡まないようにしようかなと思って、私はおとなしくしてよっていうスタンスで行くことにしたんです。でもさ、そのやっぱり二次会っていうこともあって結構みんなお酒が入ってるので、しかもパセラの飲み放題プランで入ったから結構ピッチャーとかで飲むんですよ。だからもうだいぶ酔っ払ってました。でそっからなんですけども、私はさやちゃんに気を使うためにスポーツマンの席からあえて遠いところ、偽亀梨の方に移動してきたの。まあその辺で、まあ、ベラベラ話してたんですけども、まさかの気使ったのにもかかわらず、せっかく二人っきりになっていたスポーツマンとさやちゃんがこっちに来たの。そのスポーツマン
マンが、みんなでワイワイしてる方が楽しいから、サナちゃん一緒にあっちのカナちゃんたちのいる方に行こうよ、みたいな、いう感じで来ちゃったの。で、サナちゃんもまあ結構お酒に酔ってるってこともあって、まあ目に見えて不機嫌になるって感じじゃないけども、まあそんな感じなのかな、みたいな、そういう風に見えました。でさ、やっぱりサナちゃん大事な友達だし、そんなことで落ち込んでほしくないっていうこともあるから、一回空気を私は入れ替えようっていうことで、カラオケの流れに持っていったんですね。なんか適当に盛り上がりそうな曲、なんか水蓮花とかもそこら辺系の曲をポーンって入れてって、で、そっから1時間後、もうみんなかなり酔いが回って、ウェイウェイ状態。みんなそれぞれペアみたいになってて。私はスポーツマンで、さやちゃんは偽亀梨。さやちゃんの友達はカフェ経営の塩顔男子なんですけども。で、なぜこんな風にペアが固定されちゃったかというと、そのカラオケで盛り上がってる時に、スポーツマンが宇宙戦艦ヤマト入れてたの。しかもその曲って甲子園とか、まあ応援歌の定番の曲としてよく使われてたんですよ。で、私はその曲が流れてる時に、別に女っぽく見られない方がこの状況だったらいいかなみたいな、まあさやちゃんを立てるっていうこともあって。だから、わざと女ぶらないっていうか、もう一緒にその、やーまーっとーみたいな感じで、もうあえてその、モテ雰囲気っていうよりかは、男と一緒になんか、ウィーって感じのやつなんだよって、あえてスポーツマンに思わせる感じで私がやったんですね。そしたら、まさかの、逆に疲れてしまいました。もう何なんだよ。私みたいな変なやつが好きなのみたいな。もう全部私がやったことが裏目に出るっていうか、それが決め手になり、スポーツマンは私に好意を持ち始めました。しかし、こっから事件が起きました。私が宇宙戦艦ヤマトをやっていたということもあり、カノンって男の前でもこういうことをやるんだって、さやちゃんに思われたからか、ほぼ泥酔状態のさやちゃんが、カノン、あれを歌ってよ。あれって、カマカマのやつ。その瞬間私は危機感を持った。なぜならカマカマとは私がオカマ5人組ハイドルカマちゃんクラブでやっていた時のデビュー曲だったからだ。で、さやちゃんがですね、カマカマっていうなんか意味不明なワードをいきなり言うもんですから、男性陣もこぞって、え、何それみたいな、こんな感じになっちゃうわけですよ。こうなったら歌うしかないじゃないですか、安倍総理。でもみんな、え、なになにって感じだったからさ、アヤマンジャパンみたいな、なんかそんなコミックソングなんですよっていう感じで私はその場をごまかしたんですね。まあ幸いにもですね、その曲全然売れなかったんで、カラオケはあるっちゃあるけども、まあ、本人映像とかもそういう大それたものではなくて、もう普通に歌だけみたいな、まあ、そういうこともあり、私が出てるっていうのは、まあその時点ではまだバレませんでした。なので仕方なく歌うかみたいな感じで歌ったんですね。しかし安どもつかどもスポーツマンがですね、コマちゃんクラブって言うんだ、どんな感じなんだろうみたいな感じでネットで検索をし始めたんです。やばい、はめられた。そうなんです、さやちゃんは私のことを土俵から引きずり下ろそうとしてきたのです。それも性別という部分を利用して。さやちゃんの思惑通り、彼のスマートフォンにはカマちゃんクラブの検索結果、そして私の YouTube チャンネルが表示されてました。その結果、彼に元男の子 YouTuber っていうことがバレました。サヨネを立てるっていうのは第一前提ではあるんだけども、私だってスポーツマンと付き合いたい。そっからはですね、合コンの空気は一変しました。サヤちゃんは泥酔で酔ったふりをして、私何にもわかりません的なふりはするわ。スポーツマンは、男なの、チンチンは、チンチン、さっきまでの女扱いは消え、チンチンのことばかりを聞かれ、しまいには、いやー、カナンちゃんが女だったら今すぐにでも抱きたいよと笑われ、泥酔で酔ったふりをしているサヤから、カナン、カマカマダンスやってと言われる始末。カマカマダンスじゃなくてカニカマダンスなんですけど、チョキチョキ。で、まあ、あの後はもうみんなの想像通り、あの裏切り者をブロックしました。いかがだったでしょうか？今回はですね、私が今まで体験したエピソードを話していったんですけども、まだまだこういった話がいっぱいあるんで、少しでもこの動画が反応が良ければ、またお話ししようと思います。ぜひ、グッドボタンお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok とあとノートもやってますので、そちらの画面の下からフォローお願いします。また、次の動画で。お会いしましょう。
する。